皆さんこんにちは、ショーンです。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。今年もですね、どうぞよろしくお願いいたします。本当去年はですね、本当YouTube 始めたばかりということで、まだ不慣れな部分たくさんありまして、今もまあ不慣れなんですけども、たくさんの方からですね、いいねボタンでいいねいただいたりとか、あとコメント欄でですね、頑張ってくださいとか、もっとこうした方がいいですよとかってアドバイスいただいたりとかですね、非常に皆さんに助けられたですね、年だったかなと思いますので、今年もですね、ちょっといろいろと去年とはまた違う形でですね、動画、面白い企画とかあれば、上げていけたらいいなと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。で、本日なんですけども、早速も年が明けてですね、仕事がまあ近づいてきたということで、今こちら98、レッドウィングの9894っていうですね、革靴をですね、今履いててですね、結構今育ててる途中の段階の靴なんですけども、去年ですね、履いた状態でまだ手入れをですね、きっちりとしてなかったので、仕事がまあ始まるのでですね、それに向けてちょっと手入れをしていけたらなと思います。で、今ですね、こんな感じで結構ホコリが溜まってたりとか、あとこのソール部分ですね、特にこのソール部分がこれかなり黒くなってまして、色が変わってですね、かなり汚いですね、斑点みたいなのがついてたりして汚いので、この辺を重点的にですね、今日はお手入れしていけたらと思います。で、あとですね、この紐をですね、このシューレースに関してもちょっと乾燥してきてるので、このシューレースにもちょっと油分を入れていきたいなと思いますのでですね、はい、その辺をちょっと重点的にやっていきたいと思います。じゃあまずですね、今日はもうがっつりと手入れしますので、靴紐からちょっとほどいていきたいと思います。久々に靴紐をほどいてみると、かなり変な汚れがたくさん溜まってますね。じゃあまずですね、これも定番のブタギブラシを使って全体のですね、ホコリを落としていきたいと思います。あ、来た。できましたらですね、次にこちらのですね、タオルを使って、布を使って、ちょっと水に濡らした布をですね、結構強めに絞った感じですね、結構もう水最後まで結構固めに絞ったタオルを使ってですね、ちょっと全体をですね、空拭きしていきたいと思います。はい、ということでですね、こちら拭けましたので、一応最後にですね、リムーバーですね、多分リムーバーするほどですね、今回塗ってないんですけど、一応リムーバーで前回のですね、クリームを落としていきたいと思います。あんまりですね、クリーム塗り込んでないので、ちょっと軽めにですね、落としていけたらと思います。
はい、ではですね、できましたらこちらのですね、河川ブラシのですね、ちょっとこう、はみ歯ブラシみたいな感じなんですけど、この小さいところで、この小歯のですね、ちょっと汚れを落としていきます。次できましたらこのですね、私あの今あのインソール入れてるんですけど、このインソールがですね、やっぱりあの普段連続で履いているとちょっとこう先がカビっぽくなってしまっているので、このですね、まあ最近見つけたんですけど、このレザリアンっていうですね、この汚れ落としがあるんですけど、これがあの靴のインソールであったりですね、あの靴の中のカビをですね、こう発生しづらくしてくれるっていう成分が入ってるみたいなので、こちらを使ってですね、ちょっとインソールのですね、カビがですね、ちょっとひどい部分に重点的にこれちょっと塗っていっときたいと思いますね。で、このレザリアンっていうものに関してなんですけども、あの私の今使っているカバンとかですね、によく使ってですね、まあ、前回の使ったあのクリームを汚れ落としたりとか、あとまああの普段ついた汚れを落とすためにですね、結構これ今重宝しているクリームになっております。その中もしっかりですね、ちょっと落としていくんですけど、その前にちょっとゴミが入ってないか、結構この先の部分で結構ねゴミが溜まるんですよ。これ見てください、見えますかね。結構今さっとや一瞬やっただけなんですけど、こんな感じで、あれぼやけるな、ゴミが結構溜まっちゃってるんですね。こんな感じですね。意外とこの先の部分ってあのお手入れ怠りがちなんですけど、結構これ歯ブラシとかでも全然いいんで取った方がいいですね。あんまりこのつま先ってあんまりこう普段からまめ手入れしないと思うんで、がっつりやる日にですね、もう大気取り取り取っておいた方がいいですね。すごいですね、これも。こんな感じで汚れがすごい取れるんで、はい、なんかこう棒みたいなですね、つっかい棒みたいなのがあったら、それにこう巻きつけてですね、こんな感じで巻きつけて、で、奥までしっかりと取った方がいいですね。多分、1回でそこで取れる感じじゃなくて、結構ですね、こびりついてるというか、先のあの狭くなってる部分にホコリが溜まってるんですよね。なんで結構です、取りにくいんで、やっぱ手とかじゃ取れないんで、こういう棒みたいなんでしっかり取った方がいいですね。こんな感じなんで、ちょっと汚いんですけど、申し訳ないですけど、こんな感じで僕ちょっとびっくりしました。こんなにホコリが先に溜まってると正直思ってなかったので、やっぱまめな手入れって必要ですね。やっぱこの表面の見えるところだけじゃなくて、このつま先部分とかの中の部分ってやっぱすごくお手入れ大事なんだなって改めて今思いましたね。ちょっと正直びっくりします。こんなに汚れてたのかと。この足で毎日自分の部屋をですね、歩いてると思うとちょっと今ゾッとしましたね。ああすごいな。中敷きとか入れてる方は注意してください。中敷きの下ですね、本体のこの中の部分にすごいこれ汚れ溜まってましたね。びっくりですね。
他のブーツで僕今まで掃除したことあるんですけど、こんなに溜まってなかったと思うんですけどね。今回すごいなんか溜まってるんですよ。やっぱ使用頻度が確かに、ブーツって週に1回とかなんですけど、これもほぼ毎日ぐらい履いてたんで、それが原因だと思うんですけど、それにしてもすごいですね。もうちょっと全体をちょっと一回やっていきましょうね。これこの今の一瞬でこんなに汚れましたからね。汚いですね、本当。靴の見えないところほどやっぱ綺麗にしないといけないなっていうことで、人も一緒でやっぱ内臓大事なんで、本当やっぱ食べるものとかすごい大事なんだなって思いましたね。はい、大体ちょっとこうパッと綺麗になったかなと思いますので、ちょっとライトで見てみましょう。はい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 。はい、だいぶ中のホコリっていうのは、ホコリというホコリはもうだいぶなくなってしまってきたので OK ですね。はい、ようやくちょっとなんか外の手入れに入りますね。で、今回あのお手入れさせてもらうんですけど、このソール部分ですね、この部分をどうやって落としていくかと言いますと、ちょっとですね、今までやったことないんで、まあ、今回やってみようかなみたいな感じでなんですけど、普段私がですね、あのスニーカーでよく使っているこのジェイソンマークあるんですけど、このジェイソンマークを使ってこのソール部分を磨いたらですね、結構落ちるんじゃないかって勝手に思っててですね、ちょっとそれ今日試してみようかなと思ってやってる感じなんですけど、もしそれ間違ってるとかあったら言ってもらったら、ちょっと初めてやることなんで、ちょっとこれジェイソンマークでこのソール部分どこまで落ちるかちょっとやっていきたいと思います。多分このスニーカーでやった時にすごい落ちたんですよ、汚れが。なので、まあ、大丈夫かなと思うんですよね。ジェイソンマークすごくいい香りなんでおすすめですね。いかがでしょうか。だいぶですね、白くなってきたかなと思いますね。まあ、完璧じゃないんですけど、まあ、だいぶ白くはなってきたのかなっていう感じで、まあ、ソールのこの下のこの部分は結構汚れてるんですけど、もうやらないです。もう、どうせ歩いたら汚れるんで、ここに関してはやらずに、このサイド部分を重点的に今日はやっていきたいと思います。で、このジェイソンマークなんですけども、
このプレミアムシュークリーナーっていう風に記載があるんですけど、もう 98.3% が天然素材で、作られているということなんで、すごく環境に優しいって書いてるんで、っていうことは、で書いてるのがレザー、スウェード、ヌバック、キャンバス、ビニール、ナイロン、コットン、メッシュ、ゴムなどの様々な素材にご利用できますって書いてあるんで、おそらくこの本体のこう皮にですね、少しこう飛び散ってしまってこうついた時に、まあ、全く影響があるのかどうかって言うと多分ないのかなと思うんですよね。そのレザーにも使えるっていうことなんで、なんでちょっと今回このジェイソンマークいいんじゃないかなと思ってちょっと使ってる感じなんですけど、まあ案の定こんな感じですごく綺麗になってますね。はい、じゃあもう片方ちょっとやっていきますね。どちらかというとこの右足の方が点滴と言いますか、すごいんですよね汚れが。はい、じゃあ早速やっていきます。もうクリームが真っ黒です。すごい。気持ちいいですね本当に。こんな感じでさっきの斑点みたいなのがほとんど消えましたので、ちょっと引き続きやっていきますね。これが正しい方法かどうかっていうのはちょっと分かんないんですけど、私結構何でも自分でやってみるタイプなんで、ジェイソンマークですね、これ匂いがすごいいいんですよ。ものすごくいい香りです。例えば、まあ、女性の方でこんな匂いの人がすれ違ったら嬉しいですもん、本当。これはもう外でやらないとめちゃくちゃ汚れますね周りこれ部屋でやったらもう確実に、あの多分奥さんいる方だったら奥さんに怒られると思います。はい、で私も今ちょっとやってるのが、これあの家の横にある農機具とかしまってるですね、小屋みたいなところでやってるんですけど、おそらく家でやるとおかんにめちゃめちゃ怒られますね。泡がこの小判のところに入ってしまってるんで、じゃあちょっと消しますね。よいしょ。ということでいかがでしょう。だいぶ白くなりましたね。このなんか斑点みたいなのが最初はあったんですけど、まあ、それがなくてですね、まあ若干よく見るとまだこの辺がですね、黒ずんでる部分はあるんですけど、まあ、ここまで私まあ取れたらですね、結構満足ですね。こんな感じですね。はい、ということで結構もうこの時点でだいぶ疲れてしまってるんですけど、とりあえずこのソール部分と
ソール部分をですねとりあえず掃除できたので、もうあとはちょっとこう外側のクリーナーを塗っていきたいんですけど、で本日ですねどういうクリーナーを塗っていくかというとですね、まずこのモーブレー のレザーですね、レザーデリケートクリームっていうこのモーブレーのですねデリケートクリームをまず塗って、あの水分をですね中に閉じ込めておいて、その上からこのコロニルのですねあのシュプリームデラックス、シュプリームデラックスのコロニル1909を塗って中にこう水分を閉じ込めるみたいな、そういうイメージでやっていきたいと思います。これはもうすごいこう水分が多いんで、こんな感じで多いので多いだけにですね、ちょっとこう思いっきりべっとりこのブラッククローンダイクっていうこの革のレザーもですね特性上あんまりこう革がですねあのなんか水分とかこの水分が多めのクリームを塗るとちょっと乾きにくいっていう特性があるので、ちょっとこう垂らしてそこからですねこう全体に伸ばしていくっていうような、まあ、普段のちょっとこう一般的な靴磨きの方法と若干異なる方法で私はちょっとやらせてもらってます。なんでかなりですね使うクリームの量っていうのは少ないんですよね。生地側の部分とかトゥー側の部分っていうのはかなり乾燥が進んでますので、まあ、このデリケートクリームは結構万能クリームなので、私結構これに関しては普段からちょいちょいまめに手入れさせてもらってる時に使ってるクリームですね。このコロニルに関してはあの今回この靴に使うのは初めてですね。で本来このシューツリー入れて作業するんですけど、ちょっと家に忘れました。すいません。ちょっとこう家の隣なんで、ちょっとまた歩いて取りに行くのあれなんで、もう今日はもう出していきます。はい、こんな感じであのデリケートクリームが濡れてですね、若干こうまだ表にですね残っている状態なので、で今回この乾かしているですね間にこの靴紐にこのデリケートクリームをですね塗布して、ちょっとこう今乾燥かなり進んでるので、これをなんか入れていきたいと思います。あんまりですねそんな多く入れすぎなくてもですね、結構これ伸びるんで、クリームが伸びますので、本当にちょこっとこう手に取ってなじましていくような感じで十分ですね。このですね、シューレースも私何回か使ったことあるんですけど、あまりこう乾燥させすぎると結構急にプチッと切れたりするんですよ。ある程度ですね、水分はシューレースにも入れといた方がいいですね、本当。もう完全に今私正月、まあ、この年末年始ですね、友達と一切回ってないんで、本当に家族と犬ぐらいとしか話してないんで、ちょっと今歯切れ悪いんですよ、こう喋り、トークに。すいません、トークの歯切れ悪いのは完全に私の、まあ、友人が少ないっていうのもあるんですけど、そういうところですね。結構私孤独人間なんで、今日も孤独、明日も孤独ですね。まあ、ちょうど今自粛っていうのもありますからね、本当に自粛で、逆になんか今外出まくって、なんか飲みに行ったりとかしまくってですね、これでまたやつにかかってしまって、で医療従事者の方がまた迷惑する、それはちょっとないなと思うんですよね、うん。まあ、いつまで確かにねこう自粛しないといけないのかっていう話にもなってきますけどね、まあ、田舎の人間なんで私もそこまでこうやっぱり東京の方の方と比べたらやっぱりちょっとそこまでですね、やつも多くは出てないんですけど、周りで。でもやっぱり若干最近出てきてるんで、気は抜けないなっていう感じですね。そういう時は、やっぱり身の回りの革製品を手入れするに限りますね、本当。はい。はい。
結構ですね、こう濡れてですね、かなりこうしっとりとしてきまして、色も変わってきたんですよ。これはちょっとこの辺に置いて乾かしていきますね。はい、はい、じゃあちょっとですね、乾いた方からちょっとブタケブラシ使って全体にちょっとこう伸ばしていきますね。はい、こんな感じでですね、もう薄く塗ったんで一瞬で乾きましたんで、で早速最終工程のこのコロニルの1909塗っていきたいと思います。よいしょ。この1909がかなりこうなんかプリンみたいな感じで、クリームというかこんな感じなんですよ。なんかゼリーみたいな感じで結構固体で取れてしまうので、結構何回かこう指を入れて出して入れて出してするとちょっとずつこう、ゼリーのコーヒーゼリーを崩すときみたいな感じになるので、そういう感じで塗ってます。はい、うん、やっぱりまたジェイソンマークとは違ったいい香りしますね。はい、
はい、こんな感じでちょっとあの今クリーム塗り立ちでですね、ちょっと時間が乾かすまでかかるので、少し乾くまでちょっと時間を置きますので、しばらくお待ちください。はい、ということでだいぶ乾いてきましたので、最終工程のですね、豚毛ブラシに入りたいと思います。ほとんどが表面ですね、乾いてもクリームも なくなっているような感じなんですけど、この豚毛ブラシするとですね、光沢感がすごい出るんですよね。こんな感じですね。ひとまずこんな感じでできまして、あのやっぱり中にこうあの水分を閉じ込めて、まあ、最後にコロニールで上にかぶせて塗ることで、結構ですね、あの上からですね塗った時に光沢感も出てきたのかなと思いますね。はい、ということでですね、靴ひもまで完成しました。いかがでしょうか。はい、こんな感じですね。やっぱ横のですね、あの白い部分、クレープソールのこの部分が結構綺麗になっただけでも、なんか全体的に綺麗になった感じがしますね。ソールはもう元々もう今から汚れるんで、もうやらないです、はい、で最後にあのちょっと最近親父にもらったんですけど、ブテナロックとかいうあのカビがですね、カビとか匂いのですね原因だったら細菌のですね、あの増殖を防ぐためのなんかスプレーをもらったんで、これ最後拭いておきます。これであのカビが増えたら親父を責めます。はい、でなんかよく見てみると、なんか試供品で書いてあるんで、多分誰かにもらったんでしょうね。ちょっとですね、さっきみたいにあのゴミが中にあんなに溜まっているのを見ると、なんかこう中敷き入れるのやめようかなってちょっと思いましたね、正直。はい、それがちょっとあの衝撃的だったっていう動画でした。はい、以上でですね、今回この9894レッドウィング9894の靴のですね、あのメンテナンス動画ですね、終わらせていただきたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、今後もですね、この9894の経年変化だったりとかですね、あの随時アップしていきますのでですね、まだチャンネル登録されてない方はぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。